二次方程式の解法についてあと少しだけ追加をしておきたいと思います。例えばこんな例題、ちょっと自分でやってみてくれる？これどういうふうにやればいいかというと、まずこれを整理してやらないとダメだよね。なんか x の2乗と x となんか数字がバラバラになってるから、全部左辺に持っていって、はい、3x の2乗プラス 6x マイナス9イコール0と、ちょっとイコールの位置変わったけどね、全部左辺、右辺にあるものを左辺に持っていきました。よし、これで解いていこう、因数分解から。その前に、そう、俺これさ、全部さ3で割れる数あるなと、共通因数あるなと。そう、方程式は左辺と右辺の釣り合いだから、別にこっちを割る3したらこっちも割る3すればいいんだよね。今回は0だから影響なし、だから、はい、両辺割る3しよう。等式の性質だね、中学校1年生のね。はい、割る3するとこれは x の2乗プラス 2x マイナス3、0割る3は0のまま、こうシンプルになった。すると何をやってもいいけど、これは因数分解できそうだね。因数分解すると x プラス3と x マイナス1イコール0になる。よって答えは x イコールマイナス3と1と、このように求めることができますね。はい、もう一問ここに書いておきました。やってみてください。どうぞ。なんか今回ややこしそうだな。そう、ややこしいんだ。まず最初、一回ここのカッコなくそう。4x の2乗プラス 4x イコールマイナスの 2x だね。で、左と右に x が両方ついてるから、すべて左に持ってくるよ。 4x の2乗プラス 6x イコール0だ。おし、これならいいと。あ、まず共通因数があるな。よし、共通因数でくくろう。こういうのくくると言いますね。共通因数はなんだ？2だけじゃなくて x もだと。だから 2x で共通因数を因数分解すればいいんだね。括弧の中は 2x プラス3になるよと。すると、はい、x はどうなりますか？かけて0でしょ。ってことは、丁寧に書くよ。2x が0、または2x プラス3が0だったらいいよと。これはいいよね。x が必ず0だと。こっちはちょっと分数でややこしいけど、2x イコールマイナス3になって、x はマイナス2分の3だと。なので答えは x イコール0というのと x イコールマイナス2分の3が出てきます。ちょっと一個注意事項がある。まずここまでいいかな。いやいや、ここの時さ、あり全部さ 2x 左側と右側にもかけられてんじゃんと。これ両辺を 2x で割ったらどうなると。これいいかな。両方確かにさっきこっちもこっちも釣り合ってるから割っていいんだよと。2x で割ってしまえと。これ割り算すると、2だけ残って x プラスの1、イコール右辺はマイナスの1になるね。超シンプルじゃん、ラッキー。よって 2x プラス2イコールマイナス1。2x イコールマイナス3だから、x はマイナス2分の3だと。答え出てきたぜ。あれ、ちょっと待って、さっきは x イコール0と x イコールマイナス2分の3の2つ答え出てきたのに、これ答え1個しか出てねえじゃないか。そうなんですね。これ両辺を 2x で割ってしまうと、勝手に x の答えを1個消してことになるんだよね。だから両辺をいきなり割る、つまりこの、しかもさ、これさ、何が起こってるか分かる？ x の答えもう一個0でしょ。そう、この時点でこれ両辺を0で割ったことになってるわけ。あれ、0の割り算って数学界でやっていいんだっけ？ダメだよね。
なんちゃら割る0ってのはやっちゃいけない計算だと。だからこれは勝手に答え x イコール0ってのをなくしてしまって考えてるということになるので、これやっちゃダメですね。よほど x が0ではありませんとかっていう条件がこの後出てくるならいいですけど、そうじゃないときはやっちゃダメです。なので今回は必ず因数分解で x イコール0の解も出るように解いてもらいたいと思います。